たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、こちらのふんどし、じゃじゃん、藍染めの肉球ふんどし、大人気ですね。藍染め肉球ふんどしを締めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで早速ね、締めていくんですけれども、実は今日カメラのレンズをですね、いつもとはまたちょっと違うやつにしております。ずいぶん昔に買った APS-C っていう、なんかね、ちょっと違う機種用なんですけども、まあいろんなものでいろいろね、撮っていこうかなと思って今頑張っている最中なんですが、で、まあね、とりあえず今日はふんどしを締めていくっていう感じなんですけれども、まあ肉球ふんどしね、綺麗に締めるには、まあちょっとこう合わせていただいて、よいしょ。で、口に加えていきます。はい。ね。でね、これ結構、この口に加えるこの体勢によってもね、ずれてくるので、まあ、これぐらいとかね、まっすぐ向いた時に加えるとか、なんかいろいろと各自ですね、位置を決めていただければなと思います。で、六尺くんだって、左側の横蜜をほどして外せばすぐ簡単にほどけます。はい。まあ余談ですけどね。で、これをしっかりと自分のね、よいしょ、股に当てて、脱いでいきましょう。ほっ。あぶれ。ちょっと。あれ、取れない。ちょっと待ってくださいね。はい。取れない。引っかかってない。よいしょ。取りまして、はい。で、またに刺していきます。よいしょ。はい。こんな感じですね。で、この時点でね、ちょっと様子見ましょう。今ちょうどいいんじゃないかな。ちょっと下かもしれないんですけれども。そしたらね、位置を少しだけ。調節していただいて、またに通していきます。これ以降ね、調節は難しくなるので、ここでなるべく調整しつつしてください。で、そしたら上からかぶせて、下から上ですね、下から上に通して、左の横蜜に1、2、3と通していきます。最近剣道をね、ちょっとまたスタートさせていただいてですね、こういう柄物をね、あんまり染めなくなっちゃったんですよ。やっぱ白六尺がね、基本的になんかいいかなと思って勝手にね、締めてるんですけれどもね。はい。で、股に通して、縦蜜に左から右に行くときにこう締めていきます。そう、なんですけどね。やっぱりいろんなね、ふんどしを締めていかないと、ふんどし YouTuber としてはどうなのかなとね、勝手に思ってる試合でございます。で、こうくるくるくると締めていただいて、最後、角のようにね、ピンと、合わせていただいたら完成でございます。はい、肉球ふんどしの出来上がりです。まあね、しっかりとポイントがここに来ていただけるといいんじゃないかなと思います。前はね、こんな感じになっております。おっと、光があったと思います。はい、後ろはこんな感じの、はい、出来栄えになりますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。いいねと思ったらね、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今日はね、本当になんか久しぶりの投稿になるんじゃないかな。ねえ、なんかちょっといろいろ変わり種やって疲れちゃって、投稿なんか更新頻度落ちてたんで、ちょっと頑張ってまたね、アップしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いいたしましょう。たぬきちチャンネルでした。バイバーイ。